イギリス、日本、スポーツという道のことを聞いて、皆さんは何を連想するでしょうか。おそらく香川真司、奥崎真司、中田敏という、イングランドプレミアリーグで活躍したサッカー選手が頭に浮かぶかもしれません。しかし本日の話題は有名なサッカー選手についてではないんです。イギリス、日本、スポーツを関連するものとして、来年と再来年に行われる大規模なスポーツイベントが2つあるということはご存知でしょうか。1つ目に2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を思い浮かんだ人が多いかもしれません。2012年にロンドンで開催されたのは8年後に、ロンドンが第32回のオリンピックを開催することとなります。もう一つのイベントも4年に一度に行うものですが、ご存知の方が少ないと思います。2015年にイギリスに次いで、日本が2019年にラグビーワールドカップを開催します。今回のラグビーワールドカップは、日本開催は、記念にすべきアジア初となります。あと1年半に開幕する大会が、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、イングランドといった、いわゆる典型的なラグビー国以外で開催されることも初めてです。両国が比較的短期間でオリンピックとラグビーワールドカップという大規模国際的なスポーツイベントを開催という共通の手抜け、日英協力の新たな機会が切り開かれたと私は信じています。日本でのラグビーワールドカップとオリンピック開催をきっかけとし、今後2年での日英総合協力機会について話したいと思います。日本が最後に国際的な大規模のスポーツイベントを開催したのは16年ぶりのことです。2002年の FIFA ワールドカップが韓国と日本で開催され、日本が最後に独自に国際的な大規模スポーツイベントを開催したのは1998年の長野ウィンターオリンピックのことです。他にも、フォーミュラ1の鈴鹿グランプリ、テニスの WTA、ATP ツアー、などのテニス大会を含むスポーツ大会が毎年に日本で行われていますが、その観客層が主に日本人の方で、海外から観客が、5% を下回ります。2015年にラグビーワールドカップの際には、50万人の観光客がイギリスを訪問し、前年度の同期間の比較すると、2倍の増加となっていました。イギリスへの日本人の観光客を具体的に一例を挙げると、同期間の客に比べて約20倍にも増加しました。総合的に海外で購入されたチケット数も、総合チケット数の 25% にも占めました。しがって2012年のロンドンオリンピックと2025年のラグビーワールドカップと同じように、日本がラグビーワールドカップとオリンピック開催理由として、これから先たくさんの海外から観光客を来日することが予想されています。日本の政府が、観光客増加現象に対し、様々な準備をしてきていることが明らかですが、前代未聞の増加率と近年に似たような経験不足を受け、最近同じような経験してきたイギリスの、アドバイスと支援を認めている姿勢が見られます。2016年キャメロン首相の訪問に続き、昨年8月に安倍総理大臣が訪日中のメイ首相と日英首脳会談を行い、共通な価値観を有する重要なパートナーとして関係を進展させたいように述べました。同じように安倍総理大臣が2016年と2017年にイギリスを訪問しました。日本が2002年に最後大規模な国際的なスポーツイベントを開催して以来、新たな技術革新、国家間の同盟、新たな脅威を含め、世界が劇的に変わりました。
この現在の不確実性、の時代で、各国がテロ対策への支出を増加している傾向にあります。海外からテロ脅威が比較的に少ない日本でも、世界的なバーであるラグビーワールドカップとオリンピックにおけるテロ対策は欠かせないと思います。二国のカードの結果として、日英両国はオリンピックと2019年のラグビーワールドカップを先立ち、テロ対策やサイバーセキュリティ等の分野において、政府全体の協力を強化することを発表しました。これによりイギリスのサイバーセキュリティの開始にとって、日本での拡大、日本でのビジネス拡大の可能性が高めました。例を挙げると、2012年のロンドンオリンピックが開幕した直前に、イギリス諜報機関が設立したオリンピックサイバーコーディネーションチームが、東ヨーロッパを拠点とするグループからサイバー攻撃を阻止することに成功しました。このサイバー攻撃が成功していれば、スタジアム内およびスタジアム周辺が大規模な停電となることが予想されています。こういった成功例を受け、イギリストップのサイバーセキュリティ会社が昨年8月に名刺書と訪日し、イギリスのロンドン2012年のオリンピックの経験とチャレンジを日本政府関係者や東京オリンピック組織委員会に伝えました。東ヨーロッパの不安定な政治情勢や日本のこの分野における、経験不足を受け、このサイバーセキュリティにおける日英協力が、このイベント開催の成功につながることが、期待されています。もう一つの、日英協力の画面で、日英協力の画面は、日英文化機関です。この文化機関は英語で Season of Culture と呼ばれ、普通の機関という感じだけで、普通の機関という感じではなく、季節の木が言葉に使われています。スポーツ大会を開催を受け、昨年8月に結ばれた日英協力発表一部として、2019年から2020年間の文化及び創造産業や関連ビジネスについてコラボレーション協力することが明らかとなりました。日英文化機関の一環としてイベントが2つあります。英国文化機関と日本文化機関というイベントです。英国文化機関ではイギリス人の芸術家、技術者、研究者とビジネス関係者が日本に集結され、イノベーションを推進するための新たな日英ネットワークを建築するきっかけとなることが期待されています。英国文化機関と並行し、日本もイギリスにおける日本文化機関、として日本の文化行事を開催することを目指しています。今日はこの2つのサイバーセキュリティや文化機関、主にこの2点をお話ししましたが、3年間という短い間に、ラグビーワールドカップとオリンピックを開催したイギリスから、日本が学ばれることがたくさんあります。この国際的なイベントを開催地として、おもてなしや、最先端の技術などの、日本がこの強みをイギリスだけではなく世界各国の人に、宣伝する絶好のチャンスでもあります。この開催準備期間中に、この2つのイベントが、大成功に、大きな成功することが確信しています。
ありがとうございます。オリバーさん、ありがとうございました。今回このスピーチコンテストに挑戦しようと思った理由は何ですか？そうですね、実は、去年、昨年9月、10月に、イギリスに帰国し、その間に、その前に2年間ぐらい東京で、勤務しておりました。正直、イギリスに帰国して以来、日本語を話せる機会があまりなくて、少しなんか勉強するきっかけがありましたから、それはきっかけです。はい、日本でね、いらっしゃったってことなんですけど、日本語をそうして今のように話してですね、よかったなと思ったことは何かありますか？よかったのところは日本ですか？日本語をね、話して日本語を話すことができて、よかったと思うことは何かありましたか？人の前に話すことですね。そういう連中があまりなくて、そういう機会が、日本とイギリスでもそういう機会があまりなくて、今日、みんな人の前に、話すことが、意外に、緊張してなかった、してなくて、意外に緊張してなくて、少し安心で、話せました。楽しかったですか？そう思いました。お話しするのは楽しかったですか？大体楽しかったですね。大体。ありがとうございます。はい、スポーツを通して、イギリスが日本にアドバイスできるというお話でしたけども、イギリスは例えばオリンピックをやって、ラグビーワールドカップをやって、でしかもそのスポーツの経験だけじゃなく、それに対するサイバー攻撃だとかテロ対策に関していろいろと日本にアドバイスできることがあるというのがお話ですよね。そうですね、そういう話ですね。それでそれは例えば実際に動いてる、もう始まってることなんですかね？そうですね、はい。いろんなアドバイスあると思いますけど、イギリスにとって、日本、例えば2012年のオリンピックに、日本の会社が、いろんな、計画、と、協力し、ロンドンの成功に、ロンドンオリンピックを成功にしたと思いますけど、お互いに、協力することが、すごいいいところと思います。両国協力というのは、例えばお互い様ということなんですけども、日本からなんかイギリスにアドバイスできることがないんですかね？いっぱいあると思います。例えばもしイギリスが将来的にまたオリンピックを開催すると、日本がその2020年のオリンピックから、アドバイスを伝えると思います。例えばさっきちょっとお話になった、日本人はおもてなしが上手であると。もちろんですね、はい、こういうのはやっぱり世界的にもっとアドバイスした方がいいんじゃないですかね？そうですね、観光客を増やすために、特にこの2019年のラグビーカップと2020年のオリンピックにとって、それは、とても大事なところだと思います。このおもてなしさと、典型的な日本の、特徴を世界に、宣伝することと思います。ということはやっぱりイギリスからもたくさんアドバイスを受けるけども、逆にこの2つの大きな催し物を通して日本からもいろんな世界に発信して日本の良いことを世界にアピールできるという、そういうチャンスでもあるというふうに思っていいですかね？あります。お互いにアドバイスと、経験があります。もうお互いに、シェアできて、進出できると思います。実際にオリンピックとかラグビーのワールドカップに行きますか？見に行きます？行きます。実は、仕事として、行く予定です。いいですね。ラグビーワールドカップのところで行きます。それはちゃんと会場に入って見られるんですか？入りたいんですけど。できるかどうか分からないんです。楽しみですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。